NHK 時計は日本放送協会のテレビにおいて放送されていたアナログ時計表示形式の時報放送。NHK のラジオ FM 放送でも音声で放送されている。1、この際に表示されている法人用の時計。テレビ画面時計とも言う。2、おもしたブログパーツ、アプリ、壁掛け時計。本校ではこれらを包括して記述する。 NHK 放送博物館にて展示されている時計。NHK 放送博物館にて展示されている時計。NHK テレビによる、時報放送は1950年代後半より、放送され、デザイン変更、ニュースオープニング CG との一体化。NHK の CI 変更に伴う、ロゴ変更などを経て、地上アナログ放送においては、正午の教育テレビにおいて、 アナログ放送終了前日の2011年7月23日まで放送されていた。様々なデザインがあるが、最も広く知られているのは、1968年頃から1991年頃まで使用されていた画面中央の楕円形の盤面の中に黒字の深淵のアナログ時計が描かれ、右下に NHK のロゴが描かれたデザインのものである。 以下の2種類が存在し、季節に応じ半期ごとに交互使用されていた。この時計は名詞より二回りほど大きい程度の実物の時計をテレビカメラで接写して放送していた。いずれの時計も現在は NHK 放送博物館に所蔵されている。長らく同館3階にて展示されていたのは青版であり、木名版は行方不明となっていたが、 2006年10月17日に NHK 放送センター内の特の奥の棚にて発見され、後に放送博物館の展示品も木目名版に入れ替えられている。地方放送は毎日午前7時、正午、午後7時の3回放送され、映像は NHK 総合ではおよそ10秒前から開始。これに対し NHK 教育では当初は30秒。 前だったが、あとに5秒前から始まった。NHK 総合の時報は、CG 過後に NHK モーニングワイド、NHK ニュースおはよう日本、NHK ニュース NHK ニュース、NHK ニ, NH ニ, NH ニュース7のオープニングに内包される形となり、単独の放送はなくなったが、NHK 教育では末期まで単独で放送されていた。総合、教育の地上波のほか、 BS アナログ放送の BS1、BS2 でも1991年3月まで流れていた。NHK の時報音は3秒前から 440Hz のトーンパルスを毎秒あたり0.1秒ずつ計算回鳴らし、最後に正時に 880Hz で約2秒間減衰しながら続くトーンパルスを鳴らすというものである。この信号音を利用して、 一部の家庭用ビデオデッキや HDD DVD レコーダーなどでは、時報音が内蔵時計の時刻調整に活用されていた。待機状態の時に、地上アナログ放送の教育テレビを正午直前から受信し、時報音を用いて内蔵時計を構成する。そのためこの機能を利用する場合は、普段教育テレビを録画しなくとも、その受信チャンネルを地域に合わせて、 初期設定しておく必要があった。その他、カラフルなデザインのもの、CG を用いたものもある。教育テレビでの最終デザインは、背景は青空に浮かぶ雲で、和が虹色のものであった。地上デジタル放送開始では、喪失情報の圧縮と回答のタイムラグが生じ、地域、受信機によって遅延時間が異なることから、 正確なタイミングで時報を放送できなくなったため、デジタル放送では、時報放送は行われなくなったが、アナログ放送終了後も業務用標準時計の、小時計としても使われており、NHK 放送センター内のテレビスタジオや、副調整室のモニターに映し出されており、NHK スタジオパークの公開スタジオ CT-450 でも見ることができる。2019年現在は、 アナログ末期に使用されていたものから、再度デザイン変更され、後日のアプリケーション版で使用されている青版をベースにした新しい CG 版が用いられており、時計上部にベッドデジタル表記の時刻が表示されたバージョンが使われている。また、引き続きアナログ派を使用している、ラジオ放送では音声による、時報放送が行われている。NHK オンラインラボブログでは、 2006年10月6日から青版、2006年10月20日から木目版のデザインを模したブログパーツが共に2017年4月28日まで配布されており、その他に Windows デスクトップガジェット版や Adobe Air 版、Yahoo ウィジェット版も配布されていたが、2013年3月の NHK オンラインラボブログ終了に伴い、すべて配布を終了している。 2008年1月には NHK 時計を模した壁掛け時計が NHK エンタープライズから発売された。大きさは26、30.5、4.5センチメートルで実物よりも大きい。成功クロック製造。こちらも盤面は青版と木目版の2種類がある。1989年1月7日の午後7時の NHK ニュースでは 直前に時報のみ流し時計の表示は実施しなかった。一方で7日から8日にかけてはこの NHK 時計と時報が流れた。なお FNN でも同様の対応を取ったがこちらは NTT の電話による時報音を放送したものだった。それから30年後2019年4月30日から5月1日にかけて総合テレビで放送された。 改元特別番組、ゆく時代来る時代平成最後の日スペシャルでは、スタジオに青番時計を模したセットが置かれたが、文字盤上側に、平成も残りの文字、下は字、文と三部の未病を加え構成されたデジタル時計に変更された。ありがとうございます。